クワピは2008年に公開されたブラウザーゲームである。本作のシステムはラグドーレ物理を元にしており、Q と W と O と P のキーだけで運動選手を走らせることを目的としている。本作は公開から2年後の2010年12月からインターネット上で注目を集め、作者であるカットコピーの元メンバーベネット・フォディのウェブサイトのアクセス数が三千万回を 超える一員となった。本作の作者である、ベネット・フォディ。2009年撮影2008年11月、当時オックスフォード大学マーティン校の家庭、新生物科学の倫理に副責任者兼、常席研究員として勤務していたベネット・フォディが、自身のウェブサイト foddy.net にて、本作を公開した。彼は、取り組んでいた哲学の論文の完成に手間取っている、間、 ゲームの作り方を独学した。彼は5歳の時に初めて ZX スペクトラム 48K を買い与えられて以来ゲームに親しんできた。4D は以下のように述べている。プレイヤーは陸上競技に出場するクワピというオリンピック選手を操作してゴールを目指す。プレイヤーが操作できるのは Q と W と O と P のキーだけであり。 Q と W のキーはそれぞれ太ももの動きに対応しており、O と P はそれぞれふくらはぎの動きに対応している。Q を押すと、選手の右の太ももが前に動き、左のふくらはぎが後ろに動く。W を押すと、Q を押した時とは逆の動きをする。同様に、O を押すと、選手の右のふくらはぎが前に動くと同時に、左の太ももが後ろに動き、P を押すと、 王の時とは逆の動きをする。これらの挙動は現実世界における重力への抵抗と歓声に基づくものである。プレイヤーはそれぞれのキーを巧みに押し、転ぶことなく前に進むようにする必要がある。本作は Q と W と O と P のキーだけを使ったシンプルな内容ながらも公開されて以来、その難易度の高さで注目されるようになり、堀の元には、 多数の嫌がらせメールが届いた。使えるのは4つキーだけという難易度の高さゆえに批判が絶えなかった一方、ワイヤードによると、ホディのウェブサイトには3000万件以上のアクセスがあり、ポップスックは、挑んでは諦めるプレイヤーが続出したことを報じている。ニューヨーク近代美術館にて2011年7月。2011年7月27日。 ビデオゲーム文化を扱う出版社キルスクリーンの主催したイベントアーケードの一環として本作がニューヨーク近代美術館にて展示された。2013年4月10日、本作において100メートル51秒という記録を叩き出したインドのカルナータカ州チンタマに在住の人物がギネス世界記録に登録された。またアメリカ合衆国で放送されたテレビドラマザオフィスの 第9シーズンにおいて本作が登場している。2014年10月15日には日本のテレビ番組マツコアリヨシの怒り神道にて主人公がすぐ死ぬゲームとしてドラゴンズレアとトランスフォーマーコンボイの謎とともに本作が紹介された。2011年本作の iPhone アプリ版の配信が行われた。iPhone 版は 岸型の操作部をクアピのキーの代わりとして使う以外は、オリジナル版とほぼ同じである。コタクは、iPhone 版について、オリジナルよりも無理ゲードが4000%以上上がった、と評し、親指オリンピックと呼んだ。4D のゲームを集めたイベントザホでウィンターオリンピックスがオースティンで開かれた後の2012年2月には、二人対戦に対応したニクアピが公開された。ニクアピは、 画面が2分割されているのが特徴であり、プレイヤー1が Q と W と E と R のキーを使い、プレイヤー2が U と I と O と P のキーを使う。オタポルでは100メートル走と紹介されているが、途中でハードルが登場するなど、本来の100メートル走とは異なる場面も含まれているため、本校では便宜上陸上競技とする。ありがとうございます。